こんにちは、チッチです。今回は海外でも人気の高い銀山温泉にやってきました。タイムスリップしたようなレトロな景色が広がり、銀山川の両岸に木造の温泉旅館が立ち並ぶ温泉街は、国民的ドラマおしんの撮影地としても知られています。旅館の中には筆でなく、コテで色付けした漆喰を重ねて描かれた固定が施されている旅館もあります。今回はその古き美しい銀山温泉に誕生したオールインクルーシブのお宿、本館古関屋さんに宿泊しました。2022年7月にオープン。歴史的価値から登録有形文化財にも指定されている温泉宿です。感想からお伝えしますと、お部屋、お食事、温泉にサービスとどれも素晴らしく、また来たいと思ったお宿です。詳しくご説明してまいりますので、ぜひ最後までお楽しみください。正面玄関を入りますと、手前が土間、その奥にフロント、そして右側にはラウンジがあります。チェックインは目の前にいろりと大きな栗の木の一枚板のテーブルがあるラウンジで手続きを行います。書類を書いている間にスタッフさんが好きな飲み物を隣のフリードリンクスペースより持ってきてくださいました。まず一つ目のインクルーシブサービスはこちらのフリードリンク。コーヒーやおばん茶をはじめ、日本酒に白ワイン、各種ビールにフルーツビネガーなど十数種類のドリンクを自由に楽しむことができます。メニューはこちら。米印がついているドリンクはスタッフさんにお願いすると持ってきてくださいます。飲み物だけでなく、滞在中の飲食すべてが宿泊料金に含まれた嬉しいサービスです。私はスパークリングワインにしました。それでは本日のお部屋に行ってみましょう。エレベーターもありますが、せっかくなので階段で行ってみます。本館古関屋さんは3階建ての木造建築物で、赤い絨毯の敷かれた階段を上っていくと、各階の川側に縁台があります。フリードリンクは縁台やお部屋でも楽しむことができます。川のせせらぎを聞きながらお酒を片手に語らうのもいいですよね。眺めも最高です。こちらの建物は今から100年ほど前の大正昭和初期、日本の建築様式に大きな影響を与えたアールデコ様式で建てられた貴重な歴史的建造物をメイクの手で現代に蘇らせたものです。照明もレトロで可愛いです。ルームキーは木製で、名前と日付入り。持って帰ることもできるので思い出にもなりますよね。お部屋は全14室。山側と川側に面した無断客室と純和室の3種類あります。今回は一番人気の川側のモダン客室に宿泊しました。料金とアクセス方法は最後に発表しますので、お部屋やお料理、サービスなどから一泊いくらか予想しつつご覧ください。入室はルームキーの QR コードを当てるだけで OK。 お部屋に入るとまず手前に洗面、こちらは後ほどご案内しましょう。銀山川を見下ろす温泉街に面したお部屋は、フローリングにセミダブルベッド2台を設置したモダンな和洋室。とても素敵なお部屋なので一緒に見ていきましょう。こちらは20平米の部屋で、手前に洗面があり、その奥にリビングと寝室、さらに縁側があります。改修にできる限り古材を再利用し、
当時の佇まいを再現。天井に施された組子は釘を使わずに木を幾何学的な文様に組み付ける日本古来の木工技術です。お部屋の窓やステンドグラスには昔ガラスを使用。独特の味わいや歪みが美しいガラスです。大きなセミダブルのベッドは2台が1枚のアンティークのベッドボードでつながっている仕様。寝心地もとても良かったです。照明はアジサイを模した可愛い形。照明もですが、テーブルや椅子もシックな大正ロマン風で、お部屋の雰囲気にとても合っていました。テーブルの前にはテレビ、電話も可愛いアンティーク調です。これは使ってみたくなりますね。テレビの下の左側の扉にはお茶セットがあります。紅茶はダージリン、コーヒーは古籍屋さんのロゴ入りのブレンドコーヒー。酸味と甘みがあり癖になるお味です。その下にはポットと加湿器にお水を入れるためのカップ。右側の扉には冷蔵庫、中にはサービスの水と姉妹館の銀山荘オリジナルの菓子、山ぶどうを使った甘酸っぱいお菓子です。一番奥の縁側は昔ながらの歪みガラスの格子窓にテーブルや椅子もあるので、温泉街を見下ろしながらゆっくりくつろぐことができます。好きな時に温泉街を眺めることができるのでおすすめの部屋です。次は洗面とアメニティのご案内です。洗面もお掃除が行き届いていてとっても綺麗です。洗面台にはコップ、フェイス&ハンドソープ、クレンジングウォッシュ、ハンドタオルにドライヤー。洗面にある椅子は座り心地がとても良く、メイクをするときにおすすめです。トイレやお部屋のドアは力を加えた方向にゆっくり動くので静かに開け閉めができます。トイレもピカピカです。次はアメニティのご紹介です。クオリティも品揃えも素晴らしくびっくりしました。温泉街を散策する時のアウター、長さもあるので全身あったかです。羽織、内履きの草履、草履は男女でデザインが違うのですね。次はカゴバッグの中のアメニティを見ていきましょう。なんとこれだけたくさんのものが入っています。こちらは女性用、浴衣セットに旅ソックス、タオルに歯ブラシ、不織布の巾着にスキンケアセットにコットンセット、ブラシにシャンプー類はポーラさん、スキンケアセットは DHC さん。ちなみに男性用は女性用と中身が少し違います。浴衣は色違いのグリーン、スキンケアセットは洗顔料&シェービングクリーム、化粧水やヘアトニックやヘアワックスまで揃っていました。浴衣は猫やガストンのイラスト入りでとても可愛いです。お夕飯を食べに行きたいと思います。入り口のドアはオートロックなので、こちらに手をかざして開けます。廊下に出ると昔建物を手掛けた職人さんたちが書いたと思われる建具の覚書を見つけました。お夕食もインクルーシブなので、温泉街にある登録飲食店2店舗にぶらりと出向いて好きなものを心ゆくまで味わうことができます。まずは野川亭さんでお食事をいただきます。本館古籍屋さんご宿泊のお客様専用のお食事処です。山形で採れた旬の素材をコース料理でいただけます。お飲み物も無料ですが、ボトルワインは料金がプラスとなります。本日のメニューは1品目はおもてなしのエビとハスネのムースロワイヤル、
すりおろしたエビとハスネ団子が口の中でとろけました。前菜5種盛り合わせ、そばの実なめこ、くるみ豆腐、庄内柿の白和えなど、山形の食材を使ったお料理はどれも美味しく、山形に来てよかったと思ったほどです。大きなお皿に乗せられてきたのはサーモンの低温調理、酒粕とカリフラワーの雪景色。サーモンはお刺身のようにふっくら柔らか、ほんのり香る酒粕のクリームと上には雪に見立てたカリフラワー、口の中で雪のように溶けてびっくりしました。サワラの西京漬けの下には大根を麺に見立てたスープ、紅花の香り。お肉は山形黒毛和牛のローストと山形産牛肉の赤ワイン煮込み。お肉も柔らか、文句なしの美味しさです。ローストは少し辛めの特製ソースでいただきます。ここまででも大満足でしたが、締めのご飯でさらにテンションが上がりました。山形のブランド米つや姫に本マグロのなめろう、ホタテ、のどぐろ、地元の漬物をご飯にのせてだし汁をかけていただきます。こんなに美味しい締めは初めてかもしれません。デザートはさくらんぼのタルトと木の実がぎっしりのガトーショコラ。プレートには粉砂糖で描かれた着物の女性のシルエット。スイーツは別腹と言われるのがわかる気がしたデザートでした。ごちそうさまでした。夜になると温泉街のガス灯に明かりが灯ります。ノスタルジックな雰囲気が高まりますね。温泉街をブラブラしてみましょう。本館古関屋さんの奥にある赤い橋は千と千尋の中に登場した赤い橋のモデルになったと言われている橋のうちの一つ。後ろにはドラマおしんのロケで使われた能登屋さん。この2つは人気の撮影スポットとなっています。この日は期間限定のプロジェクションマッピング千年回廊のイベントが開催されていました。温泉街全体がライトアップされとても綺麗でした。温泉街を散策したら小腹が減りました。もう一つの食事どころ湯煙食堂白金さんはその名の通りヘルシーな温泉せいろ蒸しから炭火鉄板焼きなど出来たて熱々の煙料理を味わえるお店です。こちらも一部料金がプラスになるもの以外は無料。営業は温泉街では一番遅い夜11時まで。早めに野川亭さんでお食事を済ませてこちらでお酒やお夜食を楽しむのもいいですよね。お昼過ぎから雪が降り寒かったのでつくねの炭火焼きと国産豚バラ肉の炭火焼きをオーダー。温かい美味しいお料理に身も心も温まりました。ちなみにメニューはテイクアウトも可能。チェックアウト後もお昼の12時から14時までは自由に利用できます。温泉をご紹介しましょう。1階のフリードリンクスペースの奥に源泉かけ流しの2種類の内湯があります。入り口に置かれているバスタオルを取ってお風呂に向かいます。1つ目のすずり風呂は名前の通り湯船に高級感あふれるすずり石を使用した黒のお風呂。壁には初夏でもあった古関屋さんの先代の作品を配し、湯船から望む中庭にはこんな風にチラチラと雪が舞って幻想的な雰囲気に時間を忘れそうです。もう一つのお風呂大正風呂は白のお風呂。
その昔源泉が石灰質で真っ白だったことを再現。真っ白なタイル張りの珍しいお風呂です。約60度の源泉を使用していますが、温度調節されているためちょうど良い温度でした。泉質は岩塩、ナトリウム、塩化物、硫酸塩温泉、胃腸病、神経痛、リウマチなどに良いと言われています。露天風呂を楽しみたいという方は姉妹館銀山荘の露天風呂をご利用いただけます。温泉街入り口より銀山荘まで無料バスが運行されています。いいお湯でした。大きな窓のブラインドはリモコン式。おやすみなさい。おはようございます。2日目も雪になりました。かなり激しく降っていましたが、朝から赤い橋の前は人気ですね。これから朝ごはんを食べに行きます。朝ごはんは1階のラウンジでいただきます。席に着くと大きなお重が運ばれてきました。朝からすごいお料理の数です。こちらはおかずで山形の名産物がいっぱい。いただきます。もがみ椎茸のマリネや山形牛入りのきんぴら、一番真ん中はさくらんぼ鶏。さくらんぼの果汁で育った鶏でジューシーで柔らか。蜂蜜で甘く煮たさつまいも。そしてその美味しさにびっくりしたのが山形の芋煮。山形の芋煮は味付けや使うお肉によって6種類ほどあります。内陸部では主に今回食べたお醤油と牛肉を使います。初めて食べましたが、里芋に牛肉の旨味たっぷり。レシピを教わりたいほどの美味しさでした。ドラマおしんでおなじみの大根飯の素はご飯がいくらでも食べれそうな美味しさ。映えるコーヒーとスタッフさんが勧めてくださったコーヒーはプレス式。これは確かに映えますね。本館古関屋さんのスタッフさんは笑顔で気さくに話しかけてくださり、気遣いも昔からの知り合いのようにさりげなく、芋煮の鍋やお鍋の高さを調節する自在鍵を近くで見せて説明してくださったり、居心地がとてもよく、また絶対訪れようと思いました。お席も脇のパネルの中に温泉水を循環させてるとのことで、とってもあったかでした。ごちそうさまでした。温泉街を少しブラブラした後に料金を発表しましょう。はじめにおすすめするのは主茶房クリエさん。この日はお休みでしたが、カフェメニューやお酒も楽しめます。人気メニューは焼きココア。お土産のお店江戸屋さんに隣接、赤いポストが目印です。江戸屋さんをぶらぶら。スイカも尾花沢の名物、白金さんのスイカの飲み物もおすすめです。野川豆腐屋さん。立ち食いできるメニューはホットとコールドから選べます。菓子どころ名誉庵さんのハイカラさんのカリーパンは銀山温泉の名物。足湯は残念ながら工事中でしたが、他にも銀山温泉には素晴らしい場所がたくさんあります。アクセス方法をご案内します。銀山温泉は山形県尾花沢市にあります。公共交通機関をご利用の方は各交通手段で山形県 JR 大石田駅までおいでください。東京駅よりいらっしゃる方は山形新幹線翼乗車、駅より無料の送迎バス
または路線バスで向かいます。待ち合い場所は改札を出て左、50メートル先のバスロータリーです。お車の方は銀山温泉街より約600メートルほど手前に専用無料駐車場があり、ご到着後電話をすると迎えに来てくれます。それでは料金の発表です。温泉街が見下ろせるモダンな和洋室、テイクアウトも可能なインクルーシブのお食事お飲み物付き、大人2名の料金はいくらでしたでしょう。全国旅行支援割引1万円分利用で5万4100円でした。銀山温泉の旅はいかがでしたか？もしこの動画が良いと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。